はいどうも、ケンキングです。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブやっていきましょうということで、今日はね、電気闘座、行きたいなと思います。まあ今一本動画撮って、朝一箱勝負つってやったんですよ。で、石745しかないです。もうキングボンビーです。ただ、大木賞はゲットしました。まあ試し打ちっすね、行こうかなと思います。あ、で、経絡解放は、ここまでです。なんでこの大事なね、パッシブスキル強化と、必殺強化できてないんですよ。まあ、できてない刑事と思って見てもらえたらなと思います。違う。こっちはね。はい、奥義覚醒。この奥義による基本ダメージでは敵の投機は上昇しない。これ大事。で、まあ、この辺のパーセントが上がったりとか、必殺が発動可能だった場合、自身のクリティカル率が 100% 上昇、で、自身の投機が300上昇。これ大事だね。はい。ということで。じゃあ行きましょう。あ、編成ね。編成はこれです。刑事覚醒前は、ユリアの後ろに刑事を置いて、ベガが前で、こうでしたね。まあ、ずっとね、これで戦ったんですが、刑事覚醒したら、ちょっと翔座を前に出して、刑事をね、この不動の後ろに置こうと思います。で、またベガ後ろで、ちょっとこれで戦ってみたいなと思います。では、行きましょう。はい、それじゃあ対戦やっていきましょう。さあ、相手覚醒してますかね。まあ、とりあえず戦闘力高い方選びました。まあちょっと相手の奥義が来たら確認しましょう。戦う剣士たちの光を。違いは、まあチュンリーかオーガイかって感じですね。相手はチュンリー入り。まあチュンリーもいいんすけどね。まあ分かれますよね。ユダ入れるか、まあチュンリーかオーガイか、まあフド外すっていうパターンもねありますし。戦う剣士たちの光を。極性十字剣。さあターン2。このマガ刑事存分にお相手いたす。さあどうだ。お、OKOKOK 覚醒してあります。覚醒済み刑事同士の戦いと。フドを外してみたいのもね、フドを外してユダもいいんすけどね。まあユダを前に置くっていうのもありっすよね。まあちょっとやってみないと分かんないですけどね。ただ不動の安定感が抜群。
ー全体攻撃でゴリゴリ削っていく。戦う剣士たちに光を。さあベガが復活。愚か者めが。まあ今あれですからね、剣速エアほんとかなり有利ですからね。さあここは5枚。さあベガ落として、さあもう一丁ケージが動く。いいね、やっぱ不動の後ろいいね。とりあえず俺は定位置しとこうかな、この不動の後ろケージ。戦う剣士たちに光を。やっぱ霞剣士を外すってなったら、やっぱ俺ケージ主役にしたいんですよね。まあ主役がまあメインアタッカーね。まああとまだケイラ解放も残ってますし。まあまだ楽しみですね。さあ復活復活と。最後の力を与えてくれよ。さあ僕は2枚か1枚か。さあここは6枚。ここで果てるか。真の伝承者への道に情などないのだ。さあ次はギルドの方、現在に。覚醒してると信じて戦う剣士たちに光を選びました。極性十字剣奥義はね、ちょっとガンガンスキップでいきます。まあ、最近あの一戦長いですからね。まあ、今回さ、このケージの性能はこんな感じで、まあ、あとコラボキャラって2体きますよね。まあ、このケージレベルだったらもう相当っすよね。皆にご加護。極性十字剣。
まあユリア、翔座、ケイジは残るとして他はちょっと分かんないですね。次の性能試合で変わるよね。さあどうだ、覚醒してやると。さすが、で不動の後ろにケージ置くってのはいいね。攻撃ダウン落ちきそうっすけどね、まだ来ないっすかね。コラボキャラが持ってますよ、ね、ジャギとかもね持ってるんですが、これだ、戦う剣士たちの光を。まあ、あとはねやっぱ陶器回りですね。陶器回りがいいかどうか、そこです、大事なのはそこ。さあターン4、不動が動いて、不動のみか、これは大チャンスっすね。さあここは4枚、この必殺強化したよね、ケージの。これで終わり。必殺そしてパッシブ強いですからね、ケージ。まあ奥義もなんですけどね。とりあえずこのケージコラボの後ラオウ待ってます。時でもいい、ジャギアンド時とかだったらね最高っすけどね。これで終わり。この北斗の剣の中でジャギと時が好きなんですよ。祈り、すぐさ蒼天コラボの第2弾始まった、楽しみ。戦う剣士たちの光を。極性十字剣、プロフィーヘルム。まあ順番はこれで良さそうかな。これで、まあ次は霞剣士郎入りで動画撮りたいなと思います。まあその時は不動っすかね、外すのは鴎外かな。まあどっちかっすね。
さあ、チュンリー倒れて復活だ。さあ、不動踏ん張りなくなりました。負けられないわね。祈り。あ、ショーザはね、不動の後ろに置くなら使いたいんですよ、後ろで。ただ例えばそのユリアの後ろとかに置くなら使いたくないんですよ、後ろでは。やっぱ投球回りが厳しいです。それならね、あの前にこんな感じで出します。戦う剣士たちの光を。ターン10ですからね。最近長いよね、マジで。今動画撮ってる間に一戦こう挑まれてたので、ちょっとこれ確認したいなと思います。多分覚醒が終わったってことっすよね、きっと。戦う剣士たちの光を。多分覚醒してきた感じじゃないかなと思います。で、ユダ入りっすね。不動外してユダやね。さあ、ここは5枚。さあ、ゴリゴリ削っていこう。この前だけ。さあ、どうだ、覚醒。あ、オッケーしてると。よしよし。戦う剣士たちの光を。俺もね、この編成、まあ、この並びでどんな感じかっていうの見たいですからね。これはちょうどよかったですね。戦う剣士たちの光を。極性十字剣を。さあ、刑事の一撃飛んできて、サベが飛んできて、ショーザ飛んできて、ショーザのね、投機ダウンが強いですね。さあ、ガンガン吹き込んでやってくれ。さあ、ここは3枚。え、ちょっと弱いっすね、ここの奥義は。戦う剣士たちの光を。
さあベガ動いて、でユダがここで初っすね、初奥義やね。さあ少佐動いて、ケージが嫌な減り方してますね。戦う剣士たちの光を、この不動の列狙われるときついよね。極性十字剣、ユダがねいいところついてきてましたね。ごめんよ、ここを。戦う剣士たちの光を、さあここは6枚、これは強いですね。まあ、ケージは必殺でさ HP 回復するのが大事ですね。これが大事。さあで復活、まだまだ遊びはこれからよ。戦う剣士たちの光を、極性十字剣、勝負案、真の伝承者への道に情などないのだ。最後に5分お見せしたいなと思います。ケージこんな感じです。攻撃盛りっすね。あ、ちょっとダメージ軽減入ってます。まあ本当はここダメージ増加の方がいいですね。はい、基本は攻撃を持ってます。まあちゃんとなってますかね。まあここだけっすね、このダメージ軽減だけ。これをダメージ増加にすればまあケージは完璧かな。はい、花の形状5つはこんな感じ。攻撃 HP、攻撃 HP。まあ、まだね、ちょっと刑事の特化5つ取りたいので、とりあえずまあ、松風のこれをつけてます。あとは、あ、少佐っすね。少佐の5つ見たいっていうのあったので、少佐はね、今回前に出したので、防御 HP にしてます。防御 HP と、まあ、ダメージ軽減。まあ、5分の付け替えはね、ちょっとめんどくさいんですよね。だってこの辺のね、攻撃 HP とか、攻撃防御。まあ、この辺ちょっと入ってます。はい。この辺ですね。あとダメージ増加も入ってます。まあ、ここはダメージ軽減の方がいいですね。後ろで使うときは、まあ、序盤は投機下げ。で、後半は火力としてね、使いたいので、まあ、攻撃盛りで使いますかね。後ろで使う場合は。あ、で、ベガはね、そう、ベガ攻略の時の5分っていうのね、それも質問いただいたんですよ。これもね、まぁ、ちょっとぐちゃぐちゃっすね。これ、少佐と多分ね、入れ替えただけだと思います。なんで、この辺のまぁ、防御 HP あったりとか、まぁ、ダメージ増加、まぁ、ほんとぐちゃぐちゃやね、これは。はい、こんな感じになってます。
はい、ということで結構長い動画になりましたね。終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。